さあ再び大阪の宇津保公園にやってきました。宇津保公園にある銅像ね、超リアルな銅像、夜に来たらどんな感じかっていうので来てみましたけど、で銅像は向こうの方、これ何これ、バラだから曇りすぎて中身バラ園って、この噴水のとこか。じゃあここ何もないな。さっきのやっぱり銅像はそこだけか。バラ園の中にもなんかあるっていう、あれはほら、ほら話。すごいトゲが。これ知らずに触ったら大怪我する。で、銅像を見て終わりか。結局銅像夜に来たけど結構人多いし全然怖ないな。大きな声や音なので近隣の方が困っています。公園やからもしゃあないやろ。さあそして夜に来たらどうかと思ったけど、こいつらが動き出すまで観察するか。こいつら夜な夜な動き出しているという情報、怪情報まであるから、ね、昼間の方がなんか雰囲気あるな。作り物感がひどいな。昼間の方がまだリアルじゃん。この少女のサスペンダーとかも全部ブロンズやから、ね、明らかに布っぽいけどブロンズ。おっさんのシャツもね。こうやって見たらちょっと変態っぽく見えるけど、ジアンって感じ。さあ向こうの金持ち夫婦はどうか。こっちもやっぱりね、夜に見ると作り物感がひどいな。ブロンズが反射するからかな。銅線で夫婦は固い絆で結ばれている。ラストこのガキね。このガキはどうでしょうか。変な感じというかチープになるな、いきなり。ブロンズがテカるからか。照明ない方が雰囲気あるな。これ見て、これライトを下から照らせばなんかそれっぽくなるんじゃん。ほら浮かび上がる感じになる。あ、これええな。ちょっとなんかあれやな、ファンタジー感出た。こういう照明作ったんやな。そうしたら夜もなんかいい感じになるんでしょ。やっぱ照明作ったらいい感じになるね。陰影できるからか。すごいなんか浮くもんね。この銅像だけが背景から浮くから謎の規制。おええ感じや。財布のリアルさな。めちゃめちゃリアル。これだけリアルやね。やたらここまで再現することないやろ。膨らみとかよ。これ中に人間入ってんじゃん。人間で肩取ったんじゃんこれ。っていうぐらいのリアルさ。でも誰も気にしてない。みんな素通り。もう見慣れてんのかね。大塩平八郎終焉の地。何これ、こっちの方がすごいんじゃん。江戸時代後期大阪町奉行所の余力でなんとかかんちゃう。大塩平八郎って乱を起こしたやつちゃうんこいつ。大塩平八郎で乱を起こしたやつやろ。乱を起こしてここで死んだんか。どこで終焉の地。そう、トイレあるとこですね。ちょうどうつぼ公園のトイレあるとこのとこで終焉を迎えたんや。なるほど、どうでもいいな。いや、こういうとこ行かんとこ。まだありました。以前もこれ目撃したな。これおばあちゃんの小さいベビーカーみたいな、もう酸素ボンベ入れるやつかな。COPD の患者の酸素ボンベ入れるやつかな。やたらちっちゃいね、これ。
荷物入らんからね、ちっちゃいの。ここになぜ放置しているんだ。この持ち主は武士なのかという、そう気になりますね。せちがらい場所やこれ。CB750 白バイ仕様。え、めっちゃ古いやつやな。昔の白バイや。3億円事件か10億円事件か。あの頃の時代の白バイや。これ何してるかというと、ナンバーの適当なとこを触って、うろついてんやけど、特に何もないという。これ何？ときめきメモリアルじゃん。めっちゃ古いしな、ちょっと怪しい。ここのシルクは130円やで、ここのシルクは100円。ここもやってないっぽいんやけど、もう監視カメラついてる。あからさまな後付けのやつや。シルク100円、直接触れないように。自販機とかやばいからな。賞味期限切れではないね。これ幽霊ビルなの。荒れまくりやね。ここだけ。絶対こういう隙間の駐車場になってるとこって落書きするんやな。こっちにもちょっと書いてありますけど、ちょっと微妙。微妙っていうか、普通人も普通に経営してるビルの真横書いてるやん。やばいやん。まだあった。これもお約束やな、こういうの。多分同じ人がやってんだろう。ありました。あったぞ、なんか変なの。エッグめっちゃ書いてある。めっちゃ書いてあります。ああ、これ駐車場か。まあ、よくある感じですね。もういかにも、いかにもナンバーって感じ。言うほどではないか。まあ、またありましたね。タイムズ。空き地にできたタイムズで。で、まあこんな感じ。絶対あるな。お、またこれある。これどこにでもないこれ。ほら、もうヒトラーみたいなやつ。あの、廃墟スポットとかにもあるし。廃墟スポットとかによくあるやつや。こう暗躍してるな、こいつ。関西を拠点にして暗躍してるぞ、こいつ。ほら、あんな上にも書いてある。どうやって書いたん？なかなかすごいな。